チェイス・コールマン・ウィットリーは、アメリカ合衆国アラバマ州、クリバーン・グンランバーン出身のプロ野球選手。MLB アトランタ・ブレーブス参加所属。2010年の MLB ドラフト15巡目で、ニューヨーク・ヤンキースから指名され、プロ入り。契約後、参加の A-9 スタテン・アイランド・ヤンキースで、プロデビュー。28試合に登板して4勝2敗15セーブ。 防御率1.3144奪三振の成績を残した。9月に A 級短波ヤンキースへ昇格し、2試合に登板した。2011年はまず A 級短波でプレーし、23試合に登板して0勝1敗6セーブ、防御率1.6840奪三振の成績を残した。6月に A 級トレントンサンダーへ昇格。 19試合に登板して勝ち4敗1セーブ、防御率3.3837奪三振の成績を残した。2012年はまず AA 級トレントンで2試合に登板した後、4月にトリプル A 級スクラントンウィルクスバリアンキースへ昇格。41試合に登板して9勝5敗1セーブ、防御率3.2566奪三振の成績を残した。二千十三年は、 トリプル A 級スクラントンウィルクスバリでプレーし29試合に登板して3勝2敗防御率3.0662奪三振の成績を残した2014年はトリプル A 級スクラントンウィルクスバリで開幕を迎え7試合に登板3勝2敗防御率2.39の成績で5月15日にヤンキースとメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした 同日のニューヨークメッツ戦で先発起用されメジャーデビュー。4回に3王にアンダ無失点に死急4奪三振に抑えた。2015年は春先に田中正宏が離脱した際、代役の一人として4試合に先発登板したが、5月14日に肘に痛みを発症し、最終的にはトミー・ジョン手術を受けることになった。同年の最終成績は1勝2敗。 防御率4 1 9 5給、16奪三振という内容だった。2015年11月20日に、ウェーバー工事を経て、タンパベイレーズへ移籍した。2016年2月18日に、前年のトミー・ジョン手術のリハビリのため、60日間の故障者リストに入った。9月6日にメジャー昇格し、11日のヤンキース戦で復帰登板を果たした。 最終的には5試合に登板し、うち1試合が先発登板。限られた登板機会ながら、いずれも自己ベストの防御率2.51ホイップ1.12、よし球率1.9、脱三振率9.4を記録。翌2017年は自己最多の41試合に登板した。2017年12月1日にウェーバー工事を経てアトランタブレーブスへ移籍した。 2018年は開幕から主に参加のトリプル A 級グーインネットストライパーズでプレイし8月18日に40人枠外となった。ありがとうございます。